もこんにちは、鈴川綾子です。ひたちです。本日はこちらダイヤペットの機関車トーマスシリーズ5種類で遊んでみたいと思います。ひろちそうなの、これ実際にですね、劇中のアニメなんかで出てくるサイズの比率をそのまんまに再現してるおもちゃで、実際の大きさってなるとこれだけすごい差があるんだなっていうのがとてももう目に見てわかるおもちゃになってます。おーねえねえ、ちゃんとねレンタ機もある、前に。ほんとだ、前にもついてるんだね。後ろにも結構ちゃんと立体になってますね、ここら辺ね。お顔がすごいよ、とてもリアルです。笑ってる、ね、笑って、ほんのり笑ってるね。ちっくんが今ちょっと動かしてくれましたけど、ここら辺機関車のさ動輪とかこのピストンのこの動きの感じね、これが再現されてる。クランクか、クランク。ほら見て、実際にすごいすごい車輪と連動してこのクランクがリアルに動く。すごーい、すごいじゃん、本物の機関車みたい。ねえねえ、シュッシュポポ。重さはね、電池とかを入れないね、動力車じゃないものにしてはちょっと重いかなって感じ。でもそこまでずっしりとくる感じではないですね。プラレールの動力車と同じぐらいな感じかな、電池入れた状態と。そんぐらいの重さがあります。どれかな、どれかな。わしでした。郵便貨車を運ぶ。ちょっと待って、ちょっと待って。まず見せてよ。バーシーもお顔が本当にもう本物というか。すごい造形が。で、パーシーもよいしょ、こんな感じでね、クランクが動きます。そう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 、簡単ですね。上からちょっと軽くはめるだけ。逆にそこまでカチッといくわけじゃないので、持ち上げたりしたら外れちゃうかな。ね。うん、いいじゃん。いっちゃった。電鉄だってよかった。ね、よかったね。嬉しい。嬉しい。よかったよかった。じゃあちょっとさ、じゃあジェームスも見てみよう。ジェームス。これすごい大きいね。こうやって見ると。やっぱもうこの目尻のシワはね、ちゃんとね溝で再現されてますね。お、こんな感じです。おー。お顔の大きさ全然違うよ。こんなに違う。パーシーも並んじゃいな、パーシーも。ね、こんなに違うの？ジェームスはね、これね、大きいからじゃない？そうね、でもこんなに大きいとはね、あんま思ってなかったわ。この長さだってほら全然違うよ。あ、もっともっと大きい。色開けちゃいます。色開けちゃいます。ヒロさんね、かっこいい。ジェームスとヒロ、なんとお顔違う。そうだよ。ヒロの方がちょっと大きい。そうそう、さらに大きいね。ちょっともう一回ね、後で比べてみよう。なんかこのね、ボディもね真っ黒なんだけどさ、このちゃんとツヤがあって、そこにゴールドのねこういう金具のラインが生えてて。ねえねえ、51番。そう、51番です。ほら、おお、すごい。ここ後ろにも、そう、ちょっと後ろにも。ここから行くよ。テーブルが狭いからね。行きますよ。おー、ほらー。そうだよ、ヒロは大きいよね。ヒロちょっと大きすぎじゃない？ジェームスのさ、こっからここまでと、ヒロのこっからここまでが同じ長さだもん。さあ、そして最後、バーティーですね。これまで出てる中で一番これ精巧に作られてるんじゃない？バスのバーティー、ね、バスのバーティー。なんかバーティーってさ、大きいんだね。よくほら、トーマスとさ、競争しようよって言って競争してるけど、ほら、バーティー、そうか、バスだもんな。バスにしても、でも大きいね。おお、ヒロでかい。ヒロ大きいよ。大きいよ、ヒロ。トーマスとパーシーつなげたらさ、ジェームスとさ、同じぐらいになるよ。長さが。で、トーマスとジェームスをつけたら今度ヒロと同じぐらいになるよ。これなんだろう。ちょっとまだヒロの方が大きいかな。ヒロだし、どこ行ったの？プラレールとあとブリオはね、ちょっとね合いませんでしたね。微妙にやっぱ幅が違うのかな。まあ無理やりこうね乗せることはできるけど、実際にこのあ、でもいけるか。ちょっとやっぱ当たってるんだよね、ガチャガチャ言うってことは。プラレールのさ、フォームの高さとここの高さすごいぴったり合うの。これすごいよ。ちょっとこれね、プラキッズを立たせてみると、見て、なんかこんぐらいのサイズ感じゃない？このトンネルなんかもね、この横幅が今のところ今出てる車両たちは全て大丈夫なので、レールさえ使わなければヒロだって長いヒロだってトンネル通ることができちゃいます。まあトーマス出てるからアニーとクララベルとかもね出してほしいし、あと誰が出してほしい？ゴードン。ゴードン、そうだね、ゴードンだね。ゴードンもさ、どんぐらい大きいんだろう。ようこそトーマスの世界へ。さあ今から本物の大きさのトーマスたちが来るよ。トッポー、こんにちは、トップハムハット卿。わあ、本物のトーマスだ、すごい。ちっちゃいと思ってたけど結構大きい。はははは。テレビだとちょっと小さく見えるんだよね。じゃあ皆さんさようなら、楽しんでいってね。ポッポー。さあそして続いてパーシー、パーシーよ。はーい、呼びましたか、トップハムハット卿。こんにちは。わあ、パーシーかわいい。パーシーも思ってたより大きい。そうでしょう。今日はね、でも客車を引いてないんだ。僕はね、郵便貨車を引くからね。みんな楽しんでいってね。さあ次は誰かな。プップー。トップハムハット卿、こんにちは。ははは、バスのバーティーじゃないか。わあ、あれがバーティー。わあ、バーティーも思ってたより大きい。あれ、トーマスを見なかった？競争しようと思ったんだけどな。残念。じゃあね、皆さん。あれれ、みんな何してるんだろう。やあ、ジェームス。今日はお客さんが来てるんだ。わあ、それはとっても素敵だ。こんにちは。どう？見て、僕のボディかっこいいでしょ。赤い機関車の中で僕が一番速いんだ。力も強いよ。みんな写真撮っていいからね。わあ、ジェームスもすごいおっきい。ほんとだ、ジェームスすごいおっきいね。そうなの、そうなの、おっきいでしょ。さあそして最後はあの伝説の機関車が来るぞ。やあ、皆さんこんにちは、ごきげんよう。ヒロだー、すごいかっこいい。すごい大きい、かっこいい。やっぱり伝説の機関車って感じがするね。さあみんな全員集合だ。わあ、すごい。こうやって比べてみるとみんなの大きさが全然違うのがわかるね。ほんとだ、大きさの違いがすごくよくわかる。トーマスとパーシーももっと小さいかと思ってたわ。それにトーマスとパーシーの形がこんなにも違うだなんて。バーティーも思ってたよりすごく車体が長いんだ。そうでしょ。やっぱりさ、テレビで見るのと全然イメージ変わるでしょ。僕たちね、すごく大きいんだよ。だからもっともっと仲間がたくさん増えると嬉しいな。さあみんな、じゃあそれぞれの仕事に戻ってくれ。今日はありがとう。はーい。はーい。はーい。はい、わかりました。あれ？あれ、おかしいな。なんだか動かないぞ。これは大変だ。誰か助けてくれ。トーマス、なんだか動かないんだ。じゃあ僕が引っ張ってあげるよ。頼むぞトーマス。よいしょ。しょ。ちょっと疲労重いよ。やっぱり大きいからなかなか一人じゃ。誰か助けて。どうしたのヒロトトーマス。じゃあ僕はこっちから引っ張るね。あ、押した方がいいかな。せーの、よいしょ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 かあ、ちょっとやっぱり僕たちの力じゃヒロは動かせらんないよ。あれ、どうしたの。あ、ジェームス大変なんだ。ヒロが動けなくなって。ねえちょっとジェームス力を貸して。じゃあ行くよ。みんな力を合わせて、せーの、よいしょ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 。わっ、ちょっと動いたよ。頑張ってこの調子。ゆーよーくー、やったー、動いたー。プップー、あれ、なんか今ここで騒ぎが起きてた気がするんだけど、気のせいか。さあ、ということで、今回ね、まあ初めて買ってみましたけれども、すごく良かったです。びっくりしました。まあね、動力とかはなく自分のね手でこうやって動かすことにはなりますけれども、ここまでね広も大きいし、やっぱサイズ感がねそれぞれ分かるのと、造形が細かくてちゃんと作り分けがされててリアルっていうのがね本当に素晴らしい。トーマスファンとしてはね、もうこれは是非皆さんに手に取ってほしいですね。まあともっともっとね仲間が今後増えたりとかね、情景とかねレールなんかも出てくれたら嬉しいですね。いくらこう手動でもね。はい、ということで以上、ダイヤペット機関車トーマスシリーズ5種類でした。ありがとうございます。とってもかっこいいです。ヒロの音は？ジェームスは？パーシーは？トーマスは？